俺の名前はシンジ。嫁のユーナとは出会って12年が経った。高校生からの付き合いだから、もうかなりずっと一緒にいる。出会いは高校のクラスが一緒だったことだ。友達いないの？私、他県から引っ越してきたから、誰も知り合いがいないんだよね。不意に話しかけられてびっくりして振り返ると、この辺では見たことのない美人が隣に立っていた。あまりに美人で返事をすることができなかった俺を見て、ユーナは笑った。それから、友達になってよ、と言われ、どぎまぎしながら連絡先を交換した。話してみると、めちゃくちゃ美人なのに、それを鼻にもかけず、よく笑い、よく話す子だった。ユーナがこっちに引っ越してきたのは、両親が離婚して、どっちもユーナを引き取らなかったかららしい。一人で生活していると言っていた。そんなことがあったのに、明るく楽しくしていて、こんなことを友達になれて、俺は幸せ者だなと思っていた。そんなユーナは、やっぱり美人なだけあって、いろんなやつから好かれ、告白されていた。同じクラスのやつはもちろん、他のクラスのやつ、先輩や後輩、果ては教育実習生からも告白されていた。それでもユーナは、誰とも付き合うことはなかった。あれ、もしかして俺がいるからじゃね？なんてうぬぼれてもいた。そりゃそうだ、俺だって男だから、ユーナのことが好きだった。でも、振られて今の関係じゃなくなるのが嫌で、何も言えずにいた。そして高校の卒業式の日、進路の違ったユーナとの最後の日、さすがのヘタレの俺も覚悟を決めて、ユーナに告白しようとユーナを探し回ったけど、なかなか見つからなかった。もしかして先を越されたのかと思いながら、近くにいた友達に、ユーナを見ていないか聞くと、ニヤニヤしながら、教室にいるよと教えてくれた。ドキドキしながら階段を駆け上がり、ユーナのいる教室へ急いだ。教室へ着き、ドアを開けると、そこには誰もいなかった。え、まさか俺騙された？なんてさっきとは違ったドキドキが俺を襲った。そのまましばらく立っていると、階段を駆け上がる音が聞こえた。そして、ガラッと開かれたドアの前には、息を切らしたユーナがいた。やっと見つけた。全然いないんだもん。びっくりしちゃった。なんと、ユーナも俺を探していたらしい。こんなに嬉しいことはないと泣きそうになりながら告白をした。返事は、もちろん OK だった。遠距離恋愛になりながらも愛を育み、ユーナが大学を卒業してから籍を入れた。だから結婚生活は5年目だ。そんな俺たちの結婚生活は、思っていたものとはかけ離れたものになってしまっていた。俺は役職に就き、毎日帰りが遅くなることが増えた。ユーナも後輩ができて、毎日忙しそうにしていた。そうなってくると、夜になればお互い疲れ切ってしまい、同じベッドで寝ていても、端と端で寝ていた。夜の生活も年に数回程度。そして、不意にユーナが、不倫をしているっぽいことに気がついてしまった。発覚したきっかけは、ユーナが風呂に入っているときにスマホに着信があったこと。表示名はマネージャーになっていた。何度もかかってきていて、かなり深刻な問題になっているに違いないと思って、シャワーを浴びているユーナに声をかけた。会社から電話来てるけどどうする？へえ、なんだろう、寝てもらっていい？了解、と答えて、電話を取った。ああ、もしもし、ユーナちゃん、今平気？なんか慣れ慣れしくね？と思いつつも、マネージャーだしそんなもんかと思いつつ、旦那です、今ユーナは手を離せないのでかけ直させます、と伝えると、あ、はーい、と返事が来たので、そのまま電話を切った。その時点で、ちょっと怪しくね？と心のどこかで思いつつも、スマホを元の場所に戻した。しばらくしてユーナが風呂から上がり、スマホを見る様子をこっそり見ていると、案の定、目を見開いたような表情をした。なんか言ってた？その声には少し動揺が隠されていた気がして、特に何も言ってなかったよ、と伝えると、ほっとした表情でスマホを置いた。あれ、
かけ直さないの？ふと疑問をそのまま口にすると、今度は明らかに動揺していた。いや、あれ、何も言ってなかったならいいかなと思って。俺の不倫センサーがビンビンに反応していた。と興味を失ったようなリアクションをすると、また明らかにほっとした顔をした。先に寝るねと伝えて寝室に移動しベッドに入った。そのまますぐ更新状を調べて相談日を決めた。依頼をして1ヶ月もすると更新所から連絡が来た。確実に慰謝料が取れる分以上の証拠が出揃ったということだった。何でも不倫なのにこんなに早く集まるなんてのは珍しいと熱く語られた。並べられた証拠の写真を次々に見ていく。そこにはホテル街に入る二人の姿、手をつないで楽しそうに歩く二人の姿、そして極めつけは録音された二人の音声だった。ああ、誠くんと早く結婚したいな。俺もだよ、早くゆうなちゃんと結婚したい。旦那と離婚するからもう少し待っててね。ほう、俺と離婚したいのか。仕方ない、その要望に応えてやるとするか。ということで、俺はすぐに新しいマンションを契約した。ユーナが出張だと言って出かけた週末、ユーナを見送った後に友達に手伝ってもらって、俺の荷物をすべて運び出した。俺の金で買ったものがほとんどの家具だったから、部屋はガラガラになってしまった。まあ、それも全部含めてのこの行動だろうし、自業自得というものだ。新しい部屋に引っ越し、友達と2日2晩飲み明かした。結婚してからこんなことなかったので、かなり酔いつぶれてしまった。そして、日曜日の夜、帰ってきたであろうユーナから鬼伝統メッセージが入っていた。それはもうかなりの量だった。内容はすべて似たり寄ったりで、話を聞いてほしいことも何度も繰り返し送ってきていた。傷ついたと思ったが、酒の勢いも手伝って、むしろ鬱陶しいと思ってしまう自分がいた。ユーナに送ったメッセージは、そんな状態の君に会うつもりはないから。落ち着いた上で、魔男と一緒に、婚姻届と離婚届を用意して、マンションで待ってろ、というものを送りつけた。それ以降は連絡もなく、穏やかな日々が続いた。生活圏がそんなに離れたわけじゃなかったから、鉢合わせしないかと、ドキドキはしていたけど、その間に俺の方も更新所から預かった証拠を持って弁護士の元に行き、確実に勝てるように書類を揃えてもらったり、割と忙しく動き回っていた。そして1週間後、ユーナから連絡が来た。準備ができたので話を聞いてくださいというものだった。思ったよりも早いなぁなんて思いながら、その日の夜に書類を持ってマンションへ行くと、見慣れた自分の部屋に電気がついていた。前は電気がついているとなんとなくほっとしていたけど、今はあの部屋にユーナと魔男がいると思うと腹が立った。いつも通りにマンションのオートロックを開け、エレベーターのボタンを押す。もうこの一連の動作はこれが最後なんだと思うと、なんだか感慨深さすら覚えた。いつもは自分で部屋の鍵を開けるが、今日は違う。あえて呼び鈴を押してユーナが出てくるのを待った。しばらくしてドアが開き、中に入ると、そこには真っ白な顔をしたユーナと、写真でよく見た男が立っていた。さて一番目に何を言うのかと、ちょっとワクワクしていたら、二人して即座に土下座した。その姿にぎょっとしたのと、つまらんと思ったから素通りしてリビングへ行く。二人は慌てたように後を追いかけてきた。リビングのソファーに座って、二人が前に正座をした。さて、じゃあ早速だけど、用意してもらった婚姻届と離婚届出して。ちょっと待って、展開が早いよ、話を聞いて。何を今さら話を聞くんだと思って。再度、書類を出してと言うと、真男が口を挟んできた。話を聞いてあげてください、俺らはそんなつもりじゃなかったんです。あまりの白々しさに呆れてしまった俺は、更新所が集めた証拠をテーブルに並べた。これだけの証拠を集めるのにどれだけかかったと思う？たった1ヶ月だぜ。
更新所の人が興奮しながら珍しいですよって言ってたわ。ホテルから出てくる二人、見つめ合う二人の写真を見て、ユーナと真男はまた顔面が真っ白になっていた。さあ、これ見て、まだそんなつもりじゃなかったとかのたまうつもり？俺的には二人に一緒になってもらいたいと思ってる。無理して俺と一緒にいられるよりも、愛し合ってる二人が一緒の方が幸せでしょ？このマンションの名義も変更して。ただ、ローンはちゃんと払ってね。社会人として当然だから。すると真男がパッと顔を上げた。え、本当にいいんですか？おいおい、さっきまでの塩らしい態度はどうしたと思うほど顔色が戻り、パーッと嬉しそうな顔をしていた。ユーナはそれでも下を向いて黙っていた。ああ、それとユーナから慰謝料はもらわないから、そのまますぐ別れてくれればいいから。今度はユーナが顔を上げた。慰謝料もいらないし、マンションの名義も移していいの？いらないよ、と再度言うと、真男がユーナの手を取った。ねえ、ユーナちゃん、俺たちやっと結ばれるんだ。何のリスクもなしに。言っとくけど、君からもらわないとは一言も言ってないよ。300万ね、一括で。はあ、詐欺じゃねえか。払えるわけないだろ、そんな金額。今度は顔を真っ赤にして怒り出した。表情豊かで忙しい男だなと思っていると、ユーナが立ち上がった。私が払う。独身の時から貯めてた貯金があるから、それで払う。だから、シンジと離婚して、誠と結婚する。おお、もう別れるとはいえ、その潔さにちょっと惚れ直しそうになってしまった。いかんいかんと思い直し、まずは婚姻届に二人の名前と判子をしてもらい、その後に離婚届を書いてもらった。そして俺は離婚届を持ってマンションを出た。短かったような長かったような、あっという間のユーナと過ごした日々だった。それがこんな一瞬で解決するなんてと、突然虚無感に襲われ少し泣いてしまった。離婚届を出して1年後、ユーナから連絡が来た。子供と真男と自分の3人の記念写真とともに。その連絡が来たタイミングで、ユーナにお祝いの内容のメールととある書類をマンション宛に送った。マンションに送った書類は、俺が1年間の間に集めた真男の四股の証拠だ。職場の女、マッチングアプリで出会った女、もともと本命だった女、それぞれとのデートの証拠写真を送りつけてやった。その後のことは全くわからない。あの後すぐにアカウントをブロックし、電話番号も変更してしまったからだ。ただ、生活圏は変わっていないので、一度だけ信号待ちをしていた時にその姿を見た。その姿は、俺の惚れた頃のユーナではなく、くたびれ切った女性になっていた。こっちに気づくこともなく、そのまま歩いて行ってしまった。送りつけた証拠をどういう風に使って、どんな生活をしているかは、全くわからないけど、自分で選んだ道なんだから、後悔しても耐え忍んで生きていってもらうしかない。俺はというと、あれから少し経って新しい女性とお付き合いをしている。第二の人生ってやつだ。もう間違えないように、慎重に吟味して生きていこうと思う。